台湾の著名俳優、リリー・ー・チュン氏は、撮影のために上海に定住していますが、都市封鎖の期間中、上海の様子を動画に記録しました。21日は、人影のない居住区の様子を撮影し、投稿しています。 リー・リーチュン氏は数日前の動画で封鎖が解除されたら引退して台湾に戻ると述べていました21日には人の気配が全くない居住区の様子を撮影しました あるネットユーザーは彼は言いたいことがあるが言えないように見える。何とも言えない一種の寂しさと無力感を感じるとコメントしています。今回、リーさんは運悪く社会主義の鉄拳を喰らい、居民委員会と地方政府の暴力的な管理も経験しました。しかし、文句を言う勇気はなく、封鎖が解除されたら台湾に帰るとだけ明かしました。 上海市民の起三によると周りの外資企業の幹部の多くも上海を離れる準備をしているといいます上海在住の香港マカオ台湾などの同胞特に外国人は皆この都市で起きたことを目の当たりにし恐怖を感じています防災が終わらない限り彼らは戻ってこないでしょう私の周りの外国人の7割以上はもう上海に戻ってこないと思います 5月22日、上海の地下鉄の4路線が運行を再開しましたが、車内は空っぽです。バスも273路線が運行を再開したものの、やはり利用客はほとんどいません。上海は対外的には封鎖を段階的に解除すると宣伝していますが、実際は今になってもどこも解除されていません。 唯一変わったのは通行証で1日1回3時間だったのが4時間になっただけです3時間では買い物に行っても何もできないと誰かが苦情を言ったからです見えますかこのフェンスフェンスを通るだけで15分かかりますこのフェンスは何のためにあるのか外出許可が数時間しかないのにフェンスを通るだけで30分もかかるのです上海市民の陳さんは 都市封鎖は都市と国を収容所に変えていると憤慨します上海の多くの居住区では現在陽性者がいなくても封鎖が解除されていないと言います NTD ジャパンがお伝えしました